Vale, funzionate proprio.滝谷商業を県下で退学になったってやつらしい。半端ねえ化け物だっていう噂だぜ。化け物だかなんだか知んねえけどよ、スズランでどんだけ荒れるっつんだよ。おいそよ、そいつ閉めるか。バカ、その逆だよ。そいつを俺らのチームに取り込んで、ゴーラー一発吊るして、俺らがスズランまとめんだよ。なんてやつだ。カブラギ風を。やつなら必ずスズランを制覇。そんな予感がビンビンしてんだよ。おい、スズランのこっち？あ、ダメ。地形よ。手を出る！でね、スズラン舐めてんじゃねえぞ。聞く役間違えた。はあ。どういう意味だろう。調子に乗るんだ。転校生だろ、お前。教えてやろっか、スズランの礼儀をよ。わかったわかったわかったじゃねえんだよ。誰に喧嘩してんのか分かってんのか。こら、俺は喧嘩しねえんだよ。どういう意味だ。こら、スズラン恒例のタイトルマッチやってっからよ、黙って待っとけよ。あ、新しい一年の始まりがお前とじゃつまらんな。うるせえ、こら。俺がスズラン最強ってのをな、お前に教えてやるよ。見てるくらいよ、こらさ。見てないよ、こら。おめえじゃ無理だよ。ボンボンが来るとこじゃねえぞ。どっちとかやれ。うるせえな。どこら。おい、焼き入れちゃっから来いよ。あ、ボンボン。おい、お前さ、車で人跳ねといてすいませんの一言もねえのかよ。そんなよ。なんだよ。待てよ、おい。
叩き潰した気分だ。さすがだな、ゴーラ。これでスズランは俺らのもんだ。大使にもなんねえぞ。ちょっと待てよお前、なんだよその態度。調子に乗んなよ。これスズランの顔さ、体に染み込ましてやるよ。ねえぞ。あいつが鏑木一夫なんじゃねえの？見ねえ顔だな。今日からスズランだ。少しは楽しませてくれそうな奴が来たじゃねえか。